in today's connected world、よくこういう言い方しますね。つながれた世界、いわゆるグローバライゼーションの、この表現っていうのの類似したものであっても、つながれた世界。まあ、バイクとかでもつながった世界、っていうようなところでいいんです。今日のこのね、一人一人がつながった世界では、News media had the ability to reach millions of people with ease through various media platforms.はい、さまざまなメディアのプラットフォームを通じても簡単に何百万人の人が、ニュースっていうものに届く能力を持っていますよっていうふうな入り方をしていきます。そろそろこの言葉には慣れてきたかな。プラットフォーム、要するに土台となる共通の基準環境みたいな感じしますよね。日本語にすると、ね、言語ってやっぱり日本語にできるのって大事じゃない。プラットフォームって何ですかって言ったら、まあ、共通の土台となる基準環境、土台となる共通の基準環境ですから、みんながインターネットを使うよねっていう前提のもとに、そのインターネットを使うための皆の環境、こういったものを指すにプラットフォーム、もともとは駅で使われる言葉だもんね。電車に乗るときはね、みんなが同じホームにいるじゃないですか。ああいうところの範囲だと。だからカタカナ語で使っていいんだけども、プラットフォームって使っていいんだけど、なんか漠然としたままじゃなくて言語に置き換えれたらいいなっていうような感じなので、で These networks are used by leaders to remain aware of international events ということで、まあね、報道っていうのがもう、国際的な出来事にもうずっともう注目したままで言い続けてくれますよ。はい、Communication by both professional and amateur、ね、A news outlet allows us to absorb and reconsider a wide range of news which we can then analyze to offer an informed and educated opinion というなところです。ですから、もう様々なニュース入ってきます。専門的なニュースもあれば、素人向けのニュースも入ってきます。それらの双方が、こう、行き来する、コミュニケーション。こう、かなり難しいニュースも、ね、我々の日常によったニュースも、両方が行き来することによって、で、そうなると、我々っていうのは、ニュースを幅広い範囲で、従事したり、考え直すことができるし、で、which we can then analyze to offer an informed and educated opinion。 情報が与えられ、教養のある意見を、提供することによって、それを分析することもできるのです。はい。いろんなニュース入ってきますから、それは日常に関するものであれば、複雑なニュースもありますけれども、それらが普段行き来して考えることができる。ね。このニュースからどういうことあるんだろうって考えますからね。これ今回割と、かなり具体語とか少ないのでしっかり教えておきますと、こういう時はやっぱり英作だよね。まあ、educated は例えば、person でも何でもいいんですけれども、この教養のあるっていう使い方ができるので、例えば皆さんが英作なんかやった時に学問に関する話題とかだったら、まあ、こう教養のある人間になることができるよね。ね、もうすっごい単純に、We become an educated person みたいな。で、こいつを言い換えというか、例えば英作ってほら似たような表現2回使っちゃうときあるじゃないですか。こいつをやるときによく使えるのがこれ。Mature、成熟された。わかる？だから例えばその学問っていうものがあって、その勉強することっていうのが nurture、まあ、なんかすげえちょっと主語のところはまあちょっと自分で文章なんかあったら studying とりあえずしたし、 study 勉強することが、nurtures mature person みたいな。あ、 people にしようか。 person はなんかちょっと扱いにくいし、こういう入り分かるよね。勉強することっていうのが
学問が成熟された人を育むんですみたいな、こういう言い方とかできるとこうオチのとことかで持ってきやすいよね、言いたいとこ分かる。だいぶもう英作もやり込んだからさ、だからもう典型的な留学行く理由とかあるじゃん。で海外行って言語を学ぶ、文化を知る、そこで視野を広げる、ほんでこう、ね、成熟した人を育むみたいなオチやし、 nurture とかをこううまいこと使って思ってるので、ここに educated を差し込んでもいいし、 educated と mature っていうのは結構使い勝手いいです、っていうようなところで、はい、ティーチャーの主張いきます。で、そのまま下線部、はい、There is an error of this type of reporting that inferred can be problematic. This being the media's habit of stereotyping certain members of society. はい、見てまいりましょうか。まずポイントが何点かあるんですけれども、全部語文使ってるので、まあ、領域があるなりのこうなんか。もので終わらせるところはある程度見えてきますが、ただそこにちょっと訳も絡むのがちょっと今回あるんですが、収集のところはしっかりね、まあ基本とはなってますから大丈夫だと思いますけど、まあ非常に単純に、まあレポーティングにかかってくる。ちょっと訳の方はこの an error of と this type of reporting がオフを用いた同格なのでエリアにかかっているような役はしますが、まあ原則直前にかけると考えるとレポーティングにかかります。で、プロブレマティックは問題のあるとか扱いにくい、特に和文英文和訳がいる子は扱いにくいっていう言い方も覚えておくといいです。プロブレマティックは扱いにくいって言います。問題もあるは多分何となく出てくると思うんですけど、扱いにくいという方は押さえておくといいかもね。扱いにくいであろう方と。で、意外とすっげえ単純で抜けるのは、みんなカインドだったら、たくさんの種類の、many kinds of subject みたいな、たくさんの種類の科目って言うけど、タイプもカインドと扱い一緒やから、まあ、今役出すけど、就職の仕方は、要するに形容詞的に、日本語訳すべき、この種の報道ってやっていいからね。報道の種類はってやらなくても、この種の報道って、カインドの時は素直にそうするでしょ、みんな。あ、カインドってやったら、この種のとか、ある種のってやるから、それと一緒これ。で、次こっちなんだけれども、かかり方はこっち簡単なんだけど、はい、ここではね、this being になってるよ。で、なんか英語すごい頑張って勉強してると、逆になんか当たり前のことって抜けちゃうんだけど、原則文章は一文なんだよね。二文を一文につなぐときはもともと接続詞があったのが絶対に前提でしょ。前提だけは揺らいじゃダメだよ。だからそもそもこれは、まあ一文系の在図構文と後ろにまた文章来てる。だから二文だから本来一文なんだよ。で、何を使ってるかって言ったら丁寧にやると不対状況だよね。こうだよね、もともとは。不対状況だから。And this is だから。ほんでもうレベル1改めて戻って、分子構文は×やけど主語違うから残って、ここが being になってるんだよ。じゃあ不対状況になってるから、不対状況であることを何らかまあ役に反映させるってなった時に、不対状況は原則同時進行で考えるから、不対状況ですから今回。不対状況は状況が同時に進んでます。だから今回はこの全文の内容っていうのをこう補完したり説明しているような形で一緒に進んでるから、物事が必ず一緒にっていうのは同じ性質のもとに進んでいるような感覚がありますから、今回は全文の内容を補完したり説明しているような役の取り方をしたらいいです。それぞれですけどね。最も簡単な人間だったら何々しながらってやりますけど、今回であれば全文の内容をしながら、それは要するに説明なり補完してるっていうことで、一言訳の方にこの being のところを理解してるよっていうアピールで、つまりとかすなわちとか、なんなら簡単にそれはとかでもいいし、
ただこう何か不対状況であることを分かっている一言アピール、副詞接続詞なりをつけて対応してください。だから使ってる単語とかはすごい比較的難易度が高くないのでさらだってやっちゃいそうなんだけども、やっぱそういうアピールポイントだけ抜かないようにしてね。でつまりこのことは特定の、あ、社会の特定の、まあ社会の中の特定の集団に対して、ちょっと言い訳ね、対して固定観念をつけてしまうメディアの習慣でもあるのですみたいな言い方とかでもいいかな。ちょっと今訳は入るわ、だから実際には問題となりうる領域っていう風に訳の方はあたかもこの問題がある Can be problematic が Area にかかっているような感じですけれども、本質としてはもともと Reporting にかかっていて、ここがまあ同格だから、そうしたらね、ここが同格だから領域にかけてもまあまあできんことはない。で、分子構文であったことのアピール、何らかのアピールはちょっとあったらいいです、これは。で、社会の特定の構成員たちを固定観念で表す。もう完全この表すは意訳。固定観念化している特定の集団っていうので、要するに集団たちを固定観念で表すってやってます。これは意訳です。で、表すメディアの習慣なのです。みたいな感じですね。ちょっと多分訳は幅広いかなっていうのはちょっと思うので、少し見ていきますね。第2パラグラフですけれども、さっとね。A stereotype is generally held opinion or belief by one social group about another group of individual or things. ですから、ステレオタイプって一般的にどういうことかって言ったら、まあ、とある、まあ、一つの社会集団とか、他の集団とか、個々人とか、物事に対して、その、まあ、こう、抱いている意見とか、まあ、考え方だね。あんまり信念まで言わなくていいですからね。考え方って言えばいいですからね。belief ってこういう時は。まあ、人一人の生き方とか出てきたら信念ってやってもいいですけど、考え方でいいです。はい。The stereotype and stereotypical judgment can relate to several factors, including gender, sexuality, race, religion, behavior, or social class. で、その固定観念を持った判断っていうのは、例えば、まあ、ジェンダー、性差だね、セクシュアリティもこれも性差。で、race っていうのが、まあ、人種、宗教、振る舞い、社会階級を含んださまざまな要素に関連しています。ちなみに社会が生み出した性差がジェンダーね。社会が生み出した方、これ。まあ、最近やっぱりジェンダーについては割とテーマにはなってるんで、テーマ型英作なんかで明らかに社会が生み出したものだって、やっぱりジェンダーの言い方をしてもらったらいいと思う。で、生まれ持った男女の性別はやっぱりセクシャリティの方だし、本当にこれすげえ気をつけてほしいのが U 入るんで、綴り書くときに U なんかセクシャルってなったときに U が抜けちゃう人多いんで気をつけてね。結構でもテーマ的にも結構最近性加害とかいろいろあるからね、そういう英作とかバンって出たときに書けるといい。最近あとこれも教えとくと、これこういうのが多い、アレジドな問題が多い、アレジド、これは教えとくわ。アレジドはもう最近の報道ではめちゃくちゃ多いんで、これね、この一言が入る。証拠なく申し立てられた、要するに疑わしいってやつ、疑わしい、 alleged crimes、 alleged sexual crimes、 証拠なく疑われてる時が alleged、
だからメディア報道のブレイキングってニュースバーンって入ったら大体アレイショーがついてる。バーン。お正月早々から He was criticized by alleged section 5。彼は要するに性犯罪で非難されている。非難されていた。でも証拠はまだわかんないよね。もうアレジドな世の中ですよね。本当に。っていうふうなところです。うん、まあ文章が平たい分ちょっとそういう広げ方はしやすいですね、今回は。これはぜひ知っておくといいです。アレジド。証拠なく疑われるときが、これがつきます。まあ、今から君らもね、2ヶ月後大学生になっていろいろ学んでいく中で英文もっともっと読む機会ありますから触れていくとは思います。はい、画面こそもう飛びませんが、問い5の A In the passage, it's argued that stereotypes cannot be attached to social class。 はい、ステレオタイプは社会階級に、紐付け、まあ、アタッチくっついたから、まあ、結びついたぐらいにしようか。結びついているはずがないと論じている。なわけあるかい。社会階級に結びついているので、問い5の A は F です。で、次のところですね。出た出た。今回この因果関係、私がよくやつ、ポンと出てきましたね。原因、結果型です。lead to。such judgment can lead to。そのような判断というのは Extreme oversimplification。 Simplification は単純化、平易化、はい、過度な単純化、極端に、違う、 Extreme over だから極端に過度な単純化に至ってしまう。 A great number of people despite their differences are judged to be more or less the same。はい、少なからず似ていると判断されるような違いがあるにもかかわらず多くの人にとって極端な、単純化に至っていると、まあ、まさにステレオタイプだもんね。個々に見たら違いあるのに全部一緒くたにまとめちゃうからね、うん、はい、僕らにとっては白は白ですけどアンミカにとっては200色ありますから、あの感覚と一緒、うん、ね、で、this oversimplification of social groups can lead to、ね、このような社会集団の単純化というものがイメージに至って in some extreme cases either discrimination or violence、 差別や暴力といった極端なケースにも至ったりすると、はい、ね、まあ、I のところ今埋めますけど、これもやりやすかったんですから素直にやればよかったんで、はい、ディスクリミネーション本番ぜひ英作で使うときはこの使い方できるとかっこいいよ。これと合わせちゃうんだわ。 Prejudice and discrimination、 これで差別や偏見っていう。でやるか、やべ長くなりそうってなったらここの入れ替え使う。片方はソーシャルプレジダイスであって、もう片方はあのディスクリミネーションでやって乗り切るとかね。一発でやるやったらかっこよく、このね、似た単語2つ並べるスキルってあるとめちゃくちゃかっこいいんですよ、英語って。はい。プレジャーズ and ディスクリミネーションは強いです。で例えば社会的偏見差別って方は、ソーシャルプレジャーズ and ディスクリミネーションって言えばピシッと決まります。はい、ということで第2パラグラフを終わりまして、そしたらまあまあまああといいですけれども、まあ、一応今で見ましょうか。大体なんかもう一瞬でなんか自分ファッてなんかまあまあまあって感じで選べましたけれども、まあ、一応ちゃんと見ましょうね。Stereotypes have existed for many years、 まあずっと存在してて、こって感じ With the mass media helping to unfavorably shape and promote hostility towards social groups、
地味なかかり方ポイントです。なんか unfavorably shaped ってなってるから、あれこれ名詞かなって思うけれども、やっぱり形見たらちょっと変だよね。 help の後のここ見てもらって、なんかカッコとかあれかな、何線で言えば to になってるから、 help は help to do とっていいんだよね。だこれ動詞の並列だからね、ここ動詞で並列してる。 unfavorably は先生どうなってるんですか。副詞です。unfavorably で副詞で不都合になる、不都合になるので不都合に形成され促進するです。何を towards social group、 hostility toward social group。 hostility はだいぶ慣れたね。 hostility で敵、hostility towards social group、 社会の集団に対する敵を不都合に形成し促進してしまうものの手助けをしているよっていうふうな言い方でいいよね。で、一応ここは with OC です。 with OC は主語が異なる場合は使っていいんだよね。頼むから本番英作も大丈夫だと思うけど、 with ING は5ハットだからね。ただし主語が違えば使っていい。主語がどこと違うの？ still のタイプと違うでしょ。これが with OC の基本的感覚だからね。 with ING は英作は絶対お願いします。はい、で 3パターンパッと終わらせましょう。 For example、 例えば There is historical evidence of stereotyping towards people of color such as in Japanese children's books and in the early days of American television where ethnic Americans were portrayed as unskilled, unintelligent, and violent。 ポートレートは描くだから、まあ描かれるで考えてよくてね。例えばこんなんだよね。日本の子供向けの絵本だったり、はい、古い時代のアメリカのテレビ、そこでのアフリカ系のアメリカ人が技術もなく知性もなく暴力的に描かれているというようなこう人々に対する固定観念、どんな、まあもう画面も飛びませんがネガティブでしょうね。4択で考えたらファイナル、ネガティブ、ポピュラー、トラディショナル、もしトラディショナルを描いた人がいたら、トラディショナルっていうのは今があるものと対比した方がいいわ。だからこの文章でもしよ、今はこんな差別もなくなって新しいもうマルチカルチュラリズムな差別の一つもない時代になったぜみたいなオチやったらトラディショナルで、今がそういう言い方すればいいんだけども、対比対象がないからかつてのって言い方しにくい。だからなんか前も言わなかった、ほらこれも英作で使えるから、例えば今はまあでもそれでもちょっとは浸透したから、リモートワーキングがあったら、それに対してトラディショナルワーキング。わかるね。通勤が必要な、会社まで電車で通う、車で通う、トラディショナルワーキングがあって、今、リモートワーキングがあるから、この新しい現在の概念があって、こっちが使えるから。よし、まあ、多分大丈夫だったかもしれないけど、もしトラディショナルを選んだ人は、そこだけは気をつけて。新しいちゃんとした概念が世の中に精通されてきて前のものがあるよっていうのがトラディショナルだから、よろしくお願いします。はい、嫌なところです。さあ3パラグラフ目の後に終わりまして、いわゆるあれです。皆さんが、知ってるかわかんないけれども、ちびくろサンボとか知っとる？知ってるよね、ちびくろサンボ。え、知らない？ちびくろサンボっていう絵本が昔あったの。考えてみ、ちびくろだよ、もうちびくろさんで、なんか忘れたけどストーリー、なんか最後そのちびくろサンボくんが虎に追いかけられて、好きな終わり方だけ覚えてたけど、こう虎が木の周りをぐるぐる、虎が虎同士を追いかけてギャーってぐるぐる待ってたら、最後虎がバターになりました。それをサンボは美味しく食べましたから忘れたけど、これね、ちびくろとかね、
表現だよね。表現のところ。本当これは難しいんだわ。なんとなく難しい。人間ってどうしてもステレオタイプは絶対に描いちゃうし、こうそれで笑っちゃうところはあるから難しいんだけれども、昔に比べたらだいぶやっぱり緩まったよね。うん、でもそれでもやっぱりお笑い番組だったらなんか陽気なこんな感じのやつはボブとして描かれるしさ、なんかお前ボブみたいな感じやなみたいな、ね、てかそういうなんかイメージとかってあったりするから難しさはある。うん、プリヴォレントとか絶対落とさないよね。 This issue is still prevalent。 広がっている。で、こいつはちょっと今日は割と文章がやりやすいんで、あのマイナスな意味で使い分けもできて、こいつはプラスもマイナスもできて、こいつと前も言ったかもしれないけど Lampard、 これマイナスな意味かなり多いです。これマイナスな意味多いけども、要するに使い分けできる。 Lampard が蔓延、はびこっている。だからこの辺がで B 動詞ですごい単純に使えるのでいいよね。なんか自分長文章を作ってて This negative image is prevalent とか Lampard っていうと悪いイメージがふわーってあってねっていうとことができるんで、頑張ってね。マイナスイメージの広がりとかあります。はい。で、例えばどんなのがあるのか。 And an example can be found in current German news media's representation of murdering women who have been reported as being untrustworthy and sickly。 はい、untrustworthy は信用ならない、これもぜひ覚えておいてくださいね。で、secretive は隠し事をしている、隠し事をする、秘密めいた。これめちゃめちゃ単純な対比で、セレクティブの対比がオープンです。オープンマインド、セレクティブマインド、ね、ああそうやね、オープンな人、その逆がセレクティブですね。さあ、見ていくと、今回これ河川部をやった時にも大事になるのはね、レプレゼンテーションは今回メディアの範囲なので表現でお願いしますね。これ次の河川部で実はこれは試されてました、ね、メディア表現です、ね、はい、表現です。もうこれメディアの時は表現です、お願いします。で、そのムスリムの女性っていうものを明らかに信用できない隠し事の多いようなものとしてドイツのメディアが描いている。 These two stereotypical character traits are reinforced、 強固にされている、どんどん固定概念を持った人格像が強まっている。 trait は特性ね、特性、そういった個々人の特性が強まっている。 In this case, through the use of unfavorable media reporting attached to different types of religious clothingMost notably the bikini and burqa under head scarf. 失礼しました、最後は。というようなところです。で、これはスルー以下だから長いけど、こうね。こう。Media reporting がメディア報道で一つの名詞ね。で、こう書けば。Unfavorable media reporting。メディア報道がメディアレポーティングで、後ろからアタッチとか就職されてる一つのでっけえ副詞句です。ならこういうことや。ね、さまざまな種類の宗教的な服、最も際立っているブルキニとかブルカとか、頭に巻くスカーフにくっついているメディア報、好ましくないメディア報道の使用を通じて。固定関連化された人格特性が強化されていると。ブルカってわかる？あのイスラムの最強のやつ、でもこれ結構描けてる方。イスラムの中でもヒジャブって言ったらこんだけ、うん、ニカブでこうなって、ブルカまで行くともう全部見せちゃダメ。
イスラムでも寛容な国あります。イランとかは割とヒジャブ。サウジぐらいでニカブで、もうマジモンの国はブルが突入します。ってなところ。これがブルガ。で、ブルキニっていうのは、あの全身もぴったりウェットスーツみたいな水着。まあ、横に書いてあるね。今回あるけど。うん。だから、肌見せれないから、そういう水着いいんじゃないみたいな。そこにスカーフ巻くんだわ。うん。で、それって言ったら、要するに彼らの宗教的制約であり、宗教的習慣なわけじゃん。そこに対して何をついているのかさ。Search and reporting have been resulted in. はい、しっかりね、因果関係がありますから、そういったものが何を生んじゃうのか。Discussion in the German Parliament。ドイツ議会で議論になっちゃうんだって。Where some have called for these items of clothing to be banned outright. Outright ははっきりとね。はっきりと。強く。広い意味があります。あからさまにみたいな。あからさまにはっきりと。はい。で、call for は求めてるでしょ。で、ドイツ議会から話になってて、こういうブルカみたいなものの着用をあからさまに禁止するような法律を作れと。いうふうなところを求めているというふうなところなんですよ。はい。It can be discussed that in both historical and contemporary context, the media are partly responsible for such judgment.、はい、でそういった現代、歴史とか現代の要するにね、内容物に対してメディアは一部責任があるんだよね。メディアが報じることによって、それらの考え方って負の側面とかも強まるから。で、and the cases mentioned are good examples of how the media label and judge based on opinion and not hard evidence. 確固たる証拠もないまま、はい、メディアの意見とか周りの意見に基づいて判断し、レーベルしちゃうんだよね。こういう時はぜひ、レッテルを貼るって言っていいです。レーベル。メディアがレッテルを貼り付けちゃって、もし和文 A や英文 Y 文の人出てきたら、こういう偏見とか差別で出てきたら、レッテルを貼るって言っていいです、これ。で、レッテルを貼っちゃうことが非常にいい例なんですと。はい。で、hard evidence については、はい、見たところ、ね、確固たる証拠がない。正しい情報がないなんで、A でいいです。Correct information, collect information.、はい、Diligent research とか選んじゃった人は、リサーチはリサーチがあってからのエビデンスなので、もうすでに存在しているもので考えると、これは前提になっちゃうから、まあ、こっち、うん。ちょっとこれは方向性が違う、道徳的になっちゃうからね。ハイポテティカルになっちゃうと仮説だから、仮説やね、仮説になっちゃうから、非常に単純に collect information でいいです。うん、まあ、文意からも判断してもらったらいいです。で、まあ、どういう英文が出るか本当にわからない中、ただ少なくとも若い英文、最近の英文が通例、特に、まあ、この中では近代の方も多いので、出ます。だから近代の英文って最近ほとんど結構最近のものがボン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 で出されますから、特に知っておくといいのは、ヨーロッパの右寄りかね。ヨーロッパはドライトな状態になってます。まあ、右翼までいかないから右寄りぐらいでいいか。右と左が理系の声が多いからあれかもしれないですけど、保守的になってる、ヨーロッパっていうのは。オランダもドイツも右寄りの政権。昔の白人中心の、自分たちの民族中心の世の中を作り上げようっていう風な政党が今すっごい増えてるし、支持集めてるの。それは理由は簡単で、難民を受け入れすぎなんだわ。うん、難民受け入れすぎちゃった、うん、移民難民受け入れすぎて、で犯罪とかが増加してる。なんかみんなついつい、あの日本人あるある、スウェーデンってすごい教育いい感じの国なんだけれども、蓋開けたら今移民難民の比率が 10% 弱で、人口1000万しかいないからね。人口1000万の中に、まあもう
要するに2世3世が出てきてるからどこまでが移民難民かわかんないんだけども、もう80万いだ説がいろいろあるんだけども、80万ぐらいからか100万ぐらいからかとか言われていて、でもうスウェーデンのここ何十年で見た犯罪発生率は著しく増加してる、まあ、人口も増えてるからそことの相関も取らないといけないんだけども、やっぱり僕らはついつい高校あるあるでスウェーデンイコール福祉いいみたいになっちゃうんだけども、実態は今結構内部の人は要するに移民難民が起こす犯罪っていうので苦しんだりしてるし、年金の支払い年齢も生活保障が厳しくなるからどんどん上がってるわけね、スウェーデン。だから本当になんかそれもスウェーデンが教育大国とかさ福祉大国とかって俺らのまさにステレオタイプだからね、本とか読んだらああ今こんな状態なんだってめっちゃわかるから結構大変です。じゃあですよ、第3パラグラフでもうこれは抜き出し終わってますから、これね C のところが Stereotyping certain groups of people is a new phenomenon that has only been recently being used by the media。 ステレオタイプっていうのが新たな現象ですって言ってるよね。最近メディアによって使われ始めた新たな現象って言ってるけれども、第3パラグラフを見る限りここだよね、Stereotypes have existed for many years って言ってるから、問い語の C は F ちょっと守備よくもう流れがいいんで、もうなんとなくもう察するに文章の全体像からも分かるように、The mass media helps to promote the use of stereotypes T、はい、じゃあ最後和訳だけ残しました。はい、メディアって怖いんですよ。とにかく Media stereotyping can have a huge impact on shaping our society。 社会形成にねすごい大きな影響をして、 Our beliefs 考え方 and our pleasures 偏見、 particularly in the mind of younger people 若い人の考え方。うん、多分今のさっきのまさに1分前の話でわかるけれども、スウェーデンいい感じって大体みんな学校教育で思わされてきとったやん。でもこう聞くと、まあ、しゃあない、だから、ね、人生の生きてる年数倍違うから読んでる本の量とかも違うし、そういう文献とかも読むから、やっぱ若い子はどうしてもまだまだ今から世界広がるけれども、まだどうしても世界の範囲が狭まってるところもあるからメディアの影響を受けやすいわ、これ絶対そうなの。で、The media's role not only constructed generalization だから、そういったのをいわゆるステレオタイプから広く波及して君らの影響には一般化っていうのがあるから、ね、他者に対する一般化を構築する。でそれは But also about ourselves 自分たちの一般化も含む、ね、And the social group to which we belong 我々が所属している社会集団に対して他者の一般化と自分たちの一般化も含む。そうやって要するにそれぞれの社会的な通念、社会集団っていうものをある程度構築化しちゃうからね。だからまあ If our social group is being discussed in the media it can affect how we think about ourselves and our peers 我々とか我々の、まあ、このピアは同僚というより周りの人でしょうね。周りの人の考えに影響をメディアを与えるよ。 Such representation in the media メディア表現というものは Determine how different groups are judged and treated in different social settings such as education, business, the justice system and leisure。 だから教育なりビジネスなり justice system はこれ司法的判断だろうね。うん、そうやね、司法制度です。このシステムがつくんで司法制度です。で、あとはもうレジャーにまで影響を与える。要するにメディア表現がそういったものまでも決めていくというふうな話をしていて、でラストや。はい、ということでこの3のところですけれども、今度は書かり方はもう大変素直だったかな。でも大変素直です、この書かり方は。なので先ほどミキが言いましたが、The younger generation can be affected greatly by these media representations。ここはメディアの場合は表現一択です。これ点数つきます。はい、
見たいです、ここは見たいです。メディアの場合はこれがなんか意見とかになっても表現ですね。表現、我々の意見とか慣習とかをまとめてメディアが表現してる場合、うん、表現ですね。これ若い世代はメディアからの表現に対してもう大変影響を受け、そしてフォームしちゃいます。はい、こことここ並列だね。An opinion about certain people that is、これね、based upon images the media create。これは単純にこれね、メディアが作り出した、もうこれはイメージ、まあ像でも別にいいんですよ。うん、イメージに基づいて、特定の人々に対する意見を形成してしまうと。多分ここはそのメディア表現のところだけちゃんとできてれば大丈夫かと思います。かかり方的なところは、はいはい。ということで最後ここだけ出してお疲れ様でしたというふうになりますね。こうしたメディアの表現に大きな影響を受け、特定の人々についてメディアが作り出してイメージに基づいて意見を生成することがあるです。